北から南までぶっこ抜きでお送りしているこのシリーズ、町田まで参りましたよということですすねありがとうございまゼルビアなんですが、実はこの表紙にもありますと、こ今年すごいこと1個やっていて、最も J2 じゃなくて、J リーグ全部で最もピンチというか、自陣のエリア、ゴールエリアらへんに侵入させてないチームだったりするんです。 それぐらいこうディフェンス前からね、プレスもうまくいってるチームだよってところもありつつ、うん、あと台所事情としてもね、あの街田も戦力結構公害してるところがあるんですほうほう,ほうほうほう。はい。それが右側で。はい。 平戸大輝選手世代以下で今後は揃えていきたいんだみたいな話もあるみたいなね。そういうもうステートメントが出てるわけですかそうなんです。<ー>まあ一体じゃあどうなっていくのかなってことをまあみんなで確認していきましょうよって書いてございまーす、はい。お願いします。お願いします。毎,日毎晩やっております。ぜひチャンネル登録またの方お願いします。お願いします。はい、ではこちらでございます。ドン。はーい。 あ、と皆さん、ちなみに、あの、ゼルツクもよろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。えい、ということで、左側には、今シーズンの、あの、相手は主なね、番手表みたいな感じになっております。はい、はい、はい。まあ、ゼルビア3バックもやるので、まあ、それもありますがとりあえず4、4二で作って終わりますで、右側には、各ポジションのね、まあ、台所表というものが出来上がっておりますと。これ、表の見方をご説明させていただくと、ピンクの部分がゴールキーパーの方々ですと。 でそのまま右に行っていただいて、青がセンターバック、水色がサイドバック系、オレンジが守備的なミッドフィルダータイプでございます、はい。黄色がオフェンシブなミッドフィルダー、黄緑がサイドアタッカーとかウィンガー系になっていて、うんうん、緑がセンターフォワード、真、ま、ん、あ、中のフォワードタイプですね、はい、なっておりまし、はい、そして縦軸は年齢でございます、うん、生まれ年、そしてね今現在年齢が書いておりますと、えー、オリンピック刻みで、うんえー、分けていただいてます。上に行けば行くほどベテランということになってます。 はい。若いね、町田は全体的に。やっぱそうですよね。ねはい、は,いはい、はい、はい。で、特に現状の、例えば主力で言ったら、うん、まあ、ディフェンダー岡野選手、うん、あとはボブランチ高江さんの安井平戸あたりとか、うん、まあ、ウィンガー大田山口、このあたりやっぱ主力ですからね。ね全体でも結構若いメンバーが揃ってるんじゃないかなというところでございますと。おで、まあ、ここはまあ、それぞれポジション別でも見ていこうかなというところです。はい、まずゴールキーパーでございます。 ゴールキーパーはベテランがいないんですよね。うん、そうね。あの、そう、数年前はの秋元洋太選手いましたけれども、はい、今も、主にもポープ選手と、うん、まあ福井選手の2人が視野に出てて、そこをね、はいえー、アンダーセダの代表経験者でもあるバーンズ選手が、まあ、追っているという状況。はい、ここはいいですよね。レギュラー争いが健全に行われていて、プラス若手がそこを追っていくい。はい。いい流れですね、うん、ここはね。そで、ね、はい。続いて、それでセンターバックでございますと。 センターバックというか、まあ、町田は先ほど言った通り、あの、平戸選手以下というのが、この1997年、いわゆる東京世代以下のところで揃えていきたいっていうのがもうある、はいはい。ああ、いや、さすがにね、言うだけあって、厚みがすごい。そうなんですよ。うん、で、だからおそらく、まあ、まさにこう、大卒新人世代なんか、今年は2000年生まれがそれに該当するんですけど、はい、まあ、そのあたり取っていくのかなと思ったら、実際取ったのが深湊選手な。なるほど。うん。 だまだ発表されてないけど、おそらくもう2、3人はあると思うんですよね、うん、大卒ルーキーが。うん、まあ注目していきたいところではあり。と、はい、いうかね、まさ、あ、も皆さん、ここ、もともと上の方にあに、今、坂上原行っちゃいましたけど、水本選手もいらっしゃって、うんそうね、ちょっとベテラン寄りだったんですよね、センターバック。確かに確かに。それがだんだんちょっと若返ってきてるところがありますから、うん、多分その意向のもとにって感じがありますね、恐、はい、らくね。はいはい、でいて、ことはサイドバックでございます。はい サイドバックはまさにその若手があんまりいないチーム。うん、あの、ここに青木選手って一人いるんですけど、うん、実はこの青木選手今レンタルで LINE メール青森に行ってるんですよ。はい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 。だあくまでサイドバックの選手限定で言うと、なんと最年少が1995年生まれの小長選手。うん。まあ若手取るよねここ。取りますね。 うん、はい、あそこは日ポイント記録になってるわけですね、先生が。そういうことですね。はい。はい。ただ、それも一つでかいのは、やっぱりセンターバックには深津選手がいたりとか、うん、あとはこのサイドバックに太田浩介選手の加入もありましたから、はい、このベテランたちがいて、中堅どころがいた上で若手活躍できるフィールドが整っていくっていうのが、うん、はい、今のやり方なんだろうなと、なはい、はい思います。えー、続いて今度、ミッドフィールダー、オレンジと黄色一気にいっちゃいましょう。うん、はい。 まあここはちょっと想定外がゼルビアとしてはあったシーズンでしたねと、うんうん、あの途中までフルタイム出場だった佐野海イ選手が、はい、とおけがで、今シーズン途中からちょっと離脱してるんですよね。 で、もともとその佐野選手に何かあったときは遺跡とかのことを考えてたと思うんですけど、それで青森山田から宇野善と選手を取ってて、で、彼もまたアンダーのね、世代の代表として立脚してったところではあったんだけど、まさかの二人とも怪我するっていう事態にもなっちゃったりだとか、それが今シーズンゼルビアとしてはびっくりっていうところはあったのかもしれません。うん、ね。はい。 これ、あの、まさにとか、あのこれね、お聞きの皆さんにこう全員にこう伝えてたわけじゃないんですけど、うん、実はあの夏に私、あのゼルツク、ちょっとこうあの出演させていただいたんですけど、はい、そこで話したんですが、実はこのチーム、すごいの、ね、マーサー。うん、タックルとかデュエルとか、あのボール奪う系の,あの個人スタッツランキングみたいなのある、うんですよ。はいはいはい。すごいのが、トップ10にこのチーム3人送り込んでんですおそれはすごいですね。でしかもそれが、右サイドバック主にやる奥山選手。うん 左サイドバックを主に得るオ長選手。うん、そしてそれ2月直後ぐらいだったんで、あの、はい、真ん中を務める佐野海舟選手、ね。はいはいはい。だから、ゼルビアのこのサイドも真ん中も全部。 奪える奴がいるっていうね。逆にもう奪うポイント決めてるってことでもあるかもしれないですね。そうなんですよね。右行ってたら、じゃあ奥山さんで取る、左行ったら長さに。そうなんですよ。はい。パターン化されてる。ゼレビアもし、怪我とかないんだったら、その奪うポイントがね、ずれることはなかったと思うから、今多分3位とか4位にでもおかしくなかったんじゃないかなと思うんですけどね。はいはいはい。いうところですね。ここら辺もだから若手は何人か取るんじゃないかと思われます。未来が楽しみな。 人形になそして、えー、ラストは緑と黄緑のところでございますと、うん、先ほど大卒ルーキーは2000年生まれのところだよとは言ったんですが、はい、そ2001年のところに平川優選手という山梨学院大の選手の加入が内定が発表されておりますと。はい、彼はあの早生まれで、2001年の1月生まれなんですよね。うんうん だから、まあ、それでのね、来年が大卒ルーキー世代っ選手なんですが、はい、彼もね、ドリブルとか、あとシュート系のランキング90分あたりとかに直すと、J2、うん、トップクラスの選手になってるので、これ、ゼルビアとしてはいい選手、内定出してだな、っていうところが、うんうん、はい、ありました。あとは、なんで真ん中系ですよね。それこそ、こう、チョンテセタイプというか、を、うん、若手で一人獲得できたら、ゼルビア結構、ね、先々に向けて大きいんじゃないのかなって、うんう。なるほどね。うん。うん 見えてきていたりしますねい。いるうちに受け継がせたいですもんね、そのやり方そ、ね。そうです。継承させておきたいですよね。そのあたり進むかどうかが、まあ、見物な終盤から、うん、終盤戦になってくるのから。なはい。はい、思います。形状に動かれてるってことなんですね。 こういうことですね。はい、だいぶ分かるようなゼルビアさんでございます。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ね、ありがとうござま,ますぜひチャンネル登録、高評価ボタン、そして概要欄でいろいろ見てみてください。ということで、メンバーシップもやっております。ぜひよろしくお願いします。いいまお願いします。まのミルサトウでした。先生、皆さんありがとうございました。それでは、またです。